10月26日土曜日、北西市民会館でいなべ市芸術文化協会主催のいなべ市親善大使川瀬健太郎プロデュース、メイフィルのオーケストラ傑作選 in いなべボリューム9、ドイツ音楽の神髄が開催されました。最初に演奏されたのはドイツ生まれのシューマンが唯一完成させた歌劇ゲノベーヴァ作品81序曲。なかなか演奏する場所がないというこの曲は、メイフィルの皆さんにとっても2回目の演奏ということで、とても貴重な機会となっていました。そしてピアノにイタリア・ベネツィア生まれのグロリア・カンパネルさんをゲストに迎え、ベートーベンのピアノ協奏曲第5番変歩調調作品73皇帝が演奏されました。来場者を魅了したグロリア・カンパネルさんは、極めて深い音楽性と素晴らしい滑らかさなどで今世界的に注目を集めているトップクラスのピアニストです。初めてピアノコンチェルトを取り入れた川瀬さんは、ベートーベンというと角のあるたくましい演奏をイメージされると思いますが、グロリア・カンパネルさんのピアノで明るく華やかな皇帝になりましたと話していました。桑名市からの来場者は、川瀬さんが大好きで毎回聞きに来ています、若いのでパワーがありますし、細かいところまで気を配り新たなことにチャレンジしようとする姿勢に今回も感動しましたと感想を話していました。次回は10回目の開催を来場者の皆さんとお祝いできるプログラムが準備されるそうです。